ジョゼマリア・ペレーラ・ヌベスはカーボベルデの政治家。2001年から2016年までカーボベルデ共和国第四大首相を務めた。ヌベズやネベスと表記されることもある。カーボベルデ最大の島であるサンティアゴ島のサンタカタリナ出身。カーボベルデで初等教育、中等教育を受けた後、ブラジルのサンパウロに留学した。帰国後は、 政治家を志し、1989年には、当時一党制支配を行っていた、カーボベルデ独立アフリカ党の青年部の指導者となった。ヌベスは、カーボベルデを一党制国家から民主主義国家へと改革する上で重要な役割を果たした。1997年9月のペイクフ、党大会において、党首に相当する議長選挙が行われた。当時、 ペイクフを率いていたのは、ペドロ・ピレスだったが、ヌベスはこれに挑戦。破れはしたものの、ペイクフでの地位は向上していき、2000年5月には、故郷・サンタ、カタリナの養殖に就任した。2000年6月のペイクフ議長選挙にも、再び立候補。ピレスは、翌2001年に予定された、大統領選挙に出馬するために、議長職を辞し、結果的に、 ヌベスがペイクフ議長に就任した。2001年1月14日に国民議会総選挙が行われた。ヌベス率いるペイクフはこれで過半数の議席を獲得。ヌベスが第四代首相に任命された。1ヶ月後に行われた大統領選挙では、ピレスが激戦の末に当選を果たし、10年ぶりにペイクフが大統領、行政府を掌握し、与党に返り咲いた。 2006年1月22日の国民議会選挙でも、ペイクフは過半数の議席を維持し、ヌベスは引き続き首相を務めることになった。2008年6月27日に内閣改造を行ったが、これはカーボベルデ史上初めて女性が多数派となった内閣である。ヌベスはブラジルに留学した経験があり、カーボベルデとブラジルの関係強化に尽力している。 2005年8月12日から4日間、サンパウロ、リオデジャネイロ、ホルタレザなど、ブラジル各州の州都を歴訪し、8月22日には、ブラジル大統領、ルイスイナシオルーラダ・シルバとの会談も行っている。ヌベスはまた、カーボベルデと欧州連合の関係強化にも力を入れており、将来的には、カーボベルデの EU 加盟も視野に入れている。一方、 アフリカ諸国に対しては距離を置いており、2006年12月には奴隷制や植民地主義がアフリカに甚大な影響を与えたことは認めつつも、現代のアフリカで起こっている様々な問題に関しては、アフリカ諸国の指導者たちに根本的な責任があると述べた。ネイベイスビーボストン大学2003年10月9日、2009年11月10日へず AB エレクションス・イン・ケープ・ベルデ・アフリカン・エレクションス・データベース。2009年11月10日図覧。外務省、カーボベルデ共和国日本外務省。2009年11月10日図覧。プロフンダ・リー・マデラス・オガバナーメントル・エム・カーボベルデ・パネプレス。2008年6月27日。2009年11月10日図覧。 アフリカ、ストップブレイミングコロニアリズム AFP2006 年12月22日2009年11月10日閲覧ありがとうございます。